ます。将軍 VS ドルです。将軍 VS ドルです。サルステージはスマ村平和に選択。妥協のスマ村ですね。行ってみましょう。赤いフォックスを使うのが将軍選手、そしてプリンがドル選手ですね。これプリンきついんじゃないか相当まあ関東で僕プリンと当たっていないので全然わからないのですけれども、この関西のドル選手プリンがどこまで動いていくか、それがまあこのケースに見せどころ、配信台予選の見せどころとなっています。さてお互いの空中ニュートラル、置き技系の、キックですね、結構お互い振ることが多いと思います。さあイリュージョンに帰ってきてホークスからのダッシュ空中へ、ホークスジャクワでまたダッシュ。あプリン相当コンボが入ってしまって苦しめられているぞ。さてのからジャクジャク、これをちゃんとしっかりシールドしてプリンが外に出したところ、復帰をそのまま眠るで追い返す。いや分かってましたね、お互い普段対戦しているんでしょうか。ドル選手シールド崖外からのイリュージョンを眠るで、押し置きですね。なんというなんという読み、これはでもプリン使いをこのぐらいできるのでしょうか。おっと、あ展開冷めやらなる中、フォックスがちょっとぶつけた後はウエスマッシュ、今の早かったですね、これはステージ軽さスモロモロ噛み合っていると思いますが、流れ負けないこの将軍選手の追い返しです。あ今の結構怪しかったですね、フォックスがあーつらい、プリンにコンボ入っちゃいました、フォックスがさっき緊急回避をしていて、それの起き上がりをプリンが読んでいたので眠るが入れば、そのまま終わっていた可能性も十分にありました、展開としてはその後プリンが、眠るを読み出したんですけれども、それが外れてしまいフォックスのパニッシュ、トカメを受けてしまった感じです。気を取り直して展開見ていきましょう。68対58とトークはお互い同じ、これはそろそろプリン危ういんじゃないのか、まあ、それを言ってしまうとフォックスも危ういんですけれども、さあお互い防御力がない、あこれは不本意、ジャックを打っていたところのフォックスにプリンが眠りを出したんですけれども、当たらなかったか、今のはちょっと手の伸びが足りなかったか。フォックスが1本目を取っていく将軍選手、さあドル選手緊張が走る、眠るをこの試合で2回外してますからね、いいステージ選んでノリノリの曲にして、自分の流れ自分の空気自分の世界を作っていかないとまずいと思います。さあ2試合目取ってきたのは相変わらずのスマ村、まあこのままいきましょう。横スマッシュいきなり当てていくプリンの展開、空中ニュートラル、フォックスも負けじと空中前当てて、さあ、プリン、やはりどうしてもキャラ的に崖に、居座ることが多くなってくると思いますが、それでもね、フォックス判定の広さ、上強や、空中前さまざまな技がありまして、なかなかプリンも崖に潜りきれないとは思います。さあイリュージョン当てて台の上、ここはフォックスの展開か、バージョン56対40に掴んでフォックス、空中後ろが軽すぎて当たらないですね、プリン。フォックスが結構空中後ろを狙っているんですが、あれはフォックスの基本、ダメージソースではあるんですけれども、軽すぎてプリンにコンボでつながらないか、これはもったいない。おっと、ちょっと転がるが出ているぞ、大丈夫か。あプリン使い、さすがにドル選手、ここはお手の物。さあ、フォックス、ショーク選手、掴んで空中へ。今のもしかして確定しちゃってたのかな。まあ、ずらしという要素はスマブラにあるとはいえ、今はどうやら確定していた模様。ドル選手、不可抗力の撃墜、これはつらいですね、プリンがフォックスというキャラを相手にリードされてしまっているドル選手、これをどう持ち返すか。さ、将軍選手、ここは私無難な立ち回りでシールドからの空中技という、無難な立ち回りでなるべく生き残りたい、撃墜拒否をつなげていきたいですね。おっと今のうまいですね、あおついに空中後ろもつながる。先ほどの将軍選手イリュージョンを出して着地隙があると見せかけたところに植木を発生の早く判定も広い植木を出してドル選手の、踏み込みを誘発していました。
ター102対82、将軍選手ストックも丸々1個リード、弱弱上スマッシュ確定で、ここはしっかり決めていく将軍選手の展開。日本練習です将軍選手、 F ブロックです。この予選は